はい、どうもこんにちは。東京キャンパーズベースのジョーパパです。どうもこんにちは。初めましての方もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと久しぶりの動画になってしまったんですが、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ジョーパパ元気です。はい、今日の動画なんですけども、タイトルがこちら、はい、真夏の車中泊失敗談4選ということで、小さくジョーパパ的とついておりますが、真夏の車中泊に関するお話をしていきたいと思います。よくあるお役立ちグッズだとかギアの紹介なんかっていうのももちろんいいんですけども、今回は失敗談ジョーパパ的4選ということで、真夏の車中泊その失敗談にフォーカスしてお話をしていきたいと思います。で、今多くの皆さんがこの人誰と思ってると思うんですけども、簡単に自己紹介させてください。私はキャンピングカー歴7年になります、キャブコンタイプのキャンピングカーに乗っているアラフォーパパのジョーパパと申します。どうぞよろしくお願いします。で、キャンピングカー屋さんだとか、あと専門家のような専門知識というのはないんですが、実際に7年間キャンピングカーを楽しんできたユーザー目線のリアルなお話ができると思いますので、この動画は皆さんの失敗しないレジャーや旅の参考にしていただけると思います。で、今日の概要をお話ししていくんですけども、いつの間にか梅雨も明けて、夏だ、ドライブだ、車中泊だということで、家族や友達同士、あるいは静かに一人でお出かけになる方も多いのではないかと思います。そんな中、最近の夏は猛暑だから、同行する家族や友達が暑いの苦手だからと、暑さ対策に取り組んではいるんですが、何が重要でどんなアイテムが必要なのかがわからない、という人も多いのではないでしょうか。そんな時は、どんな失敗、どんなトラブルが多いのか、ということを考えれば最適な答えに到達しやすくなるんじゃないかということで、今回はこの動画を作りました。車中泊の夏対策の参考にしていただければと思います。この動画では次の項目に分けてお話ししていきたいと思います。まず1つ目、トラブルは出発前に発生している、車両の故障や不調に注意せよ。そして2つ目、バランス崩壊、カー用品も大事だけど熱中症対策で体調管理せよ。で、3つ目が暑いもんは暑い、間違いのない場所選びをせよ。で、4つ目が防虫グッズを忘れた、高すぎる代償と地獄の寝不足コース、という4つの項目に分けてお話ししていきたいと思うんですが、これら4つの項目をキャンピングカー歴7年の私がリアルな体験談とともにお話ししていきますので、この動画を見ることで夏の車中泊で起こりがちなトラブルや失敗をリアルな感覚で学ぶことができると思います。そこから効果的で失敗しない車中泊の夏対策をするための参考にしていただけると思います。で、このチャンネルではキャンピングカーや車中泊に関わる活動の様子や様々な解説動画を制作しております。皆様が楽しめる内容になっておりますので、ぜひチャンネル登録をしてから動画の続きをご覧になってください。それでは本題の方を始めていきましょう。本題に入る前に、まず前提として我が家の家族構成を簡単に紹介しておこうと思います。私と妻と、あと小学5年生の男の子が1人います。で、あとペットなんですけども、ちっちゃいチワワが2匹ほど、だいたいこのメンバーで旅に出たりだとか、あとは遊びに行ったりしています。で、現在は国産のキャブコンタイプの車、オルビスユーロという車に乗っております。あまり詳しくない方もいらっしゃるかもしれないので、こういう感じの車に乗っております。なんで、この家族構成でこのタイプのキャンピングカーに乗っている、そういう感じをイメージしながら聞いてもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。で、早速本題なんですけども、ではまず1つ目の項目が、トラブルは出発前に発生している、車両の故障や不調に注意せよっていう項目です。これに関して私の失敗談としては、出先で急にカーエアコンが効かなくなった場合だとか、あともっとひどいと、炎天下でエアコンだとか、あとはいろんな電力を使っていたせいだと思うんですけども、バッテリーが上がっちゃってエンストしちゃったとか、もう思い出したくもないようなトラブルに見舞われた記憶がやっぱり何度かあります。これに関しては夏対策っているかどうかもわからないし、車の故障って夏に限ったことではないとは思うんですけども、今回真夏の失敗談の一つ目にあえて挙げさせていただきたいのが、この車両の故障や不調です。これに関しては僕も当時のことを思い出してみると、やっぱ日本のいわゆる国産車っていうのはやっぱり性能がいいし、故障も少ない。だから無意識にちょっと注意が甘くなりがちだったんですよね。その結果というか、案の定というか、出先で忘れた頃に襲いかかってきたのが、この車両トラブルなんですよ。本当に周りの人たちに迷惑をかけたっていうのが第一なんですけども、これが夏のドライブ、夏の車中泊って考えた時に、この真夏の炎天下で処理に追われて右往左往しながら、自分でいろいろ対処したりだとか、救助や応援を呼んだりだとか、もう本当に思い出すだけで正直しんどかったですよね。もうあんな思い出はいらないです。例えば皆さん、車中泊の夏対策っていうことを考えるときに何をイメージしますでしょうか。人それぞれいろんなイメージされるとは思うんですけども、おそらく圧倒的に多いのは現地での状況っていうのをイメージして、そこで何が起こるかとか、何が必要かとか、要は出発した後、出発後のイメージをされる方が多いんじゃないでしょうか。しかし、それだけでは甘いんじゃないかなって私は思います。例えば、今いろんな車中泊グッズ、夏対策グッズ、快適に過ごすためのいろんな道具が売ってるとは思いますけども、いくら高価で便利なものを買ったとして、
しても、まあ、例えば今回で言うと車中泊において車が故障してしまっては話になりませんからね、まあ、まず移動することも、それから現地で車中泊することももちろんできませんから、ちょっと致命的なトラブルになっちゃうんですよね。なのでこういった車両トラブルっていうのを予防するためには、私が言うまでもなくなんですけども、まあ、出発前はもちろん日頃の車両メンテナンスっていうのが非常に大事になってくると思います。ただ皆さんもちろんメンテナンスはされてると思いますので、要はここで言いたいのは、出発前っていうのは意外とそういうことを忘れがちですよっていうことをここでは覚えておいてほしいと思います。はい、で次の2つ目の項目、バランス崩壊、カー用品も大事だけど熱中症対策で体調管理せよっていう項目です。ここでもちょっと前置きさせてもらうと、まあ、カー用品が無駄というわけではありません。決して本当に役に立つアイテムっていうのももちろんたくさんあると思います。私もそういうグッズを見たり選んだり、あと場合によっては買ってみたりするのは大好きです。この項目ではそういうグッズだとかアイテム、そういうものを否定するわけではなくて、本当に注意しなければならない項目というのを体験談から学ぶことで、無限にあるアイテム選びの優先項目を見極める上での参考になればと思います、まあ、要は少しでも無駄な買い物を減らすための参考になれればなと思います。そもそも車中泊の夏対策においてやってしまいがちなミスっていうのは、対策のバランスが偏ってしまうことだと思います。まあ、つまりどういうことかというと、まずこちらご覧ください。これは対策しなければならないことを、まあ、私ジョーパパ的に大きく4つの項目に分けてみました。まあ、ジョーパパ的にっていうことなんで、ひょっとしたらこれだけでは足りてないかもしれないですし、他にもこんなの必要だよって思う方いらっしゃるとは思うんですけども、まあ、そういうのあった場合はぜひコメント欄で教えてください。そうしていただけるとコメント欄見ていただいた方がすごく参考になりますからね。よろしくお願いします。本題戻って項目を読み上げていきます。まず一つ目が人体の健康に対する対策、これはペットも含むですね。で、二つ目が食べ物飲み物への対策で、三つ目が車への対策で、四つ目が空間への対策、さっき言った通りもっとあるかもしれないですけども、なんとなく今ポッと思いつくのがこんなところじゃないでしょうか。ではこの項目では今挙げたような項目に対してバランスよく対策ができてればいいんですが、偏った対策をしてしまうことが往々にしてあるっていうことをこの項目では知ってもらいたいと思います。例えば、車のメンテナンスバッチリですよ。あとは車載用のクーラーボックスなんかもバッチリ準備できてますよっていう状況だったとしても、人間に直接使うっていうか、具体的に言うとコンパクトな送風機だとか、あとは冷感アイテム、冷感タオルとかもありますよね。そういったいわゆる熱中症対策ができていると、結局出先で体調を崩してしまうかもしれません。人間に対しての対策ができてないと、いざそうなった時に対処もできないですしね。真夏の出先で体調を崩す、これも考えたくないような悪夢のような出来事ですよね。つまり、この項目を参考にした時に、対策はバランスよくしなくてはならないと思います。その中でも特にという話なんですけども、人体の健康への対策なんかすごい言葉になっちゃってますけど、要は人が使うようなものですよね。熱中症対策としてっていう対策は決しておろそかにしてはいけないと思います。なんていうか、人の健康、それこそ命以外のものっていうのは修理や買い替えができるじゃないですか。ただ人間はそうはいかないので、別に脅かしてるわけじゃなくて、近年のこの猛暑っていうのは、私なんかも暑すぎて身の危険すら感じることも多々あることは事実ですから、決してそこら辺は油断してはいけないと思いますし、この項目で言うと対策はバランスよくしなきゃいけないと思うんですよ。そもそも普段お出かけをされないようなドライブ慣れ、レジャー慣れしてない方ですと、何が必要なんだろう、いっぱいなんか用意しなきゃっていう状況になると、多分そこら辺のバランスって見失っちゃうと思うんですよね。なんでさっき挙げた4つの項目参考にしていただいてもいいですし、ご自身でこれも必要だよねっていう項目があれば、そういったものも足していただいて構わないと思います。なんで1つの項目に気を取られすぎて他の項目が手薄になりすぎるっていう事態はちょっと避けた方がいいんじゃないかなって思いますので、特にドライブだとか車中泊で楽しむはずの人間が体調崩したり、それこそ命の危険にさらされてしまっては元も子もないですから、この対策のバランスっていうのは大事ですよっていうのをこの項目ではお話しさせていただきました。はい、次の項目はこちら、暑いもの暑い、間違いのない場所選びをせよっていう項目になります。私もこのキャンピングカーを購入したてで、当時まだ息子も確か保育園に通っててすごく小さかったんですけども、夏に限らず一年中しょっちゅういろんなところに出かけてました。ただそれこそ冬もそうなんですけども、この近年の猛暑の中で、決して適当ではないんですけども、なんていうか本当に小手先だけのって言ったらあれですけども、要は手ぬるい甘い対策やアイテムだけで対策してる時期もありました。要は甘く見てたんですよね。ただこの近年の猛暑っていうのは本当に油断できないところがあって、ちょっとぐらいなんていうか夏対策グッズを揃えたところで、本当にどうにもならない暑さが毎年続いてるんですよね。なんていうか夜中でも本当に昼間みたいに暑いです。特に車の中っていうのは、お家のベッドと比べてただでさえ多くの場合快適度はだいぶ下がると思いますので、そんな中で昼間のような暑さの中で、例えば夜中快眠できるわけがないんですよね。つまりこの時私が思い知ったのが、どんな高価で高性能なアイテムを持ってたと
としても暑いもんは暑いんです。もうそんなの何の効果もないぐらい暑い中で車中泊をしなければならないこともあるかもしれません。まあこれを見てる方の中にも私のように対策不足で大変な目にあったっていう経験のお持ちの方は少なからずいると思うんですが、まあ実はそれって、まあ、自分のケースを思い出して原因を考えてみた時にグッズやアイテム装備とかじゃなくて場所選びを間違ってるケースが往々にしてあるんじゃないかなと私は思います。逆に言うとアイテムやグッズじゃどうにもならないような暑さ、頭を抱えた経験って多いんですけども、そういった涼しく快適な場所に行くことでいろんな悩みだとか不快要素っていうのが意外と簡単に解消されてくれるんですよ。例えば標高の高いところだとか、例えば水遊びができる場所なんかもいいですよね。何か涼を取れるだとか、単純にもう気温が低い場所、具体的に言うと標高で言うと、まあ、1000メートル以上もしくはもう2000メートル以上、2000メーター超えてくると昼間でもそれなりに涼しく感じると思うんですよね。ですから猛暑や熱帯夜をどうにかこうにか工夫とアイテムで克服するっていう状況を根本から変えるためには、涼しく快適な場所に行く、そしてゆっくり過ごす、これが一番だと思います。すごく当たり前のこと言ってんなって思ってるかもしれませんけども、意外と忘れがちですごく有効な手段だと思います。次行きましょう。最後の4つ目の項目は防虫グッズを忘れた高すぎる代償と地獄の寝不足コースっていう項目になります。夏の虫対策といえばやっぱり蚊取り線香だとか虫除けスプレーとかですかね。私の体験からお話ししていきたいと思うんですけども、僕も昔を思い出してみるとやっぱりお出かけに慣れてなくて持ち物だとかもしょっちゅう忘れ物しててっていう時に、夏の車中泊で虫除けスプレーを忘れちゃって、というか虫除けスプレーとか蚊取り線香とか一つの箱に入れてるんですけど、それを一式忘れてきちゃったことがあったんですよね。要は対策が甘くなってしまったんですよ。甘いっていうか皆無ですよねそれって。ただなんていうかなんとなく大丈夫かなって思っちゃったんですよね、その時は。子供も早く遊びたいって感じになってるし、まあいっかっていう感じになってちょっと忘れ去っちゃったんですよ。ただ多少運もあるかもしれないんですけども、その時に限ってもうなんか気がつくとこの足首のところが見たこともないぐらい腫れてて、そのうちパンパンになってめちゃくちゃ痛くなってきたんですよね。そう、おそらくブヨに刺されたと思うんですけども、なかなか普段刺されることもないからそれこそ油断してましたよね。ブヨという虫の存在を忘れてました。ブヨに刺されるとご存知の方も多いと思うんですけども、めちゃくちゃ腫れるしめちゃくちゃ痛いんですよね。でも場合によってはちょっともう歩くことすらままならないくらい腫れと痛みがひどいもんなんですよ、っていうひどい目にあったっていうのが一つと、やっぱ夜中に眠った頃に来るあいつですよね。夜中に蚊取り線香も何もないもんだから、もう耳元プーンって飛ぶんですよね蚊が。結局その日は蚊なんでそんなに痛いとか腫れるとかっていうのはちょっとは刺されたとは思うんですけども、その一匹の蚊と、一匹だったかどうか知らないですけど、その蚊による安眠妨害と戦い続けたっていう苦い思い出があります。結局明け方まで寝れませんでしたからね。夜中寝れないとやっぱどうしても次の日楽しめないですし、あとはまあ車中泊ってことで車で来てるんで車で帰らなきゃいけないっていうのはすごくしんどいですよね。もちろん危なくないように仮眠取りながらは帰りましたけども、何するにおいても睡眠って大事ですから、やっぱりその睡眠が取れないと地味に体力を奪われていくっていう害がありますので、虫対策っていうのはしっかりと抜かりなくしといた方がいいんじゃないかなと私は思います。であとはまあ無視できないのが、ここ近年気候の変化も関係してるのかな、スズメバチなどのいわゆる危険な虫の被害が増加しているっていうふうにも聞いたりもします。これに関しては奥さんだとかお子さんだとか、要は体の弱い人たちと行動することも多いと思いますので、例えば撃退スプレーだとかそういう対策ももちろんそうなんですけども、遭遇しやすい場所だとか遭遇した時の NG 行動だとか、そういった最低限の知識っていうのは予習して頭に入れておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日の動画は真夏の車中泊失敗談超パパ的4選ということでお話をしてきました。おさらいをしていくと、1つ目の項目がトラブルは出発前に発生している、車両の故障や不調に注意せよっていう項目、2つ目がバランス崩壊、カー用品も大事だけど熱中症対策で体調管理せよっていう項目で、次の項目が暑いもんは暑い、間違いのない場所選びをせよっていうお話で、最後の項目が防虫グッズを忘れた高すぎる代償と地獄の寝不足コースといった項目に関してお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の失敗しない車中泊の夏対策の参考になれれば幸いでございます。このチャンネルでは今後もキャンピングカーや車中泊に関する活動の動画や様々な解説動画を発信していきますので、よろしければチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。あと動画閉じる前にグッドボタンを押していただけると私のモチベーション爆上がりしますので、ぜひ忘れずにポチッとしてから次の動画をご覧ください。それでは今日の動画は以上になります。ご清聴ありがとうございました。